皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望小生6続きやっていきましょう。誰かいるかな。これは、あ、違う、村上さんがね、どこ行っちゃったんだろうね。行方不明になりますよね。さあ、内容、高さんも欲しいけど、まず彼から。はい、あ、やった半蔵さん、さすが。北子さん、うまくいかんかな。おお、マジか。中世川でも低いんだろうな。あ、63と79だから、ね、あ、73だからね。あ、ちょっと出す前にね、移動させておきましょう。まずこっち。これ届くよね、確か。うん。あー、でもね、カジーさんで C なんですよね。足軽がない。まあ若干兵力ある分マシか。あ、取り玉漏らしときます。はい、いいんじゃない。終了ね。上の方は終わってんのかな。ああ、上は、ああ、ここは終わってる。さあ、これで、だいぶよろしくなったんで、はい、
ああ。名古屋花月はね。ああ、フォカス中だから、こうか。上の方ですね。あ、ここも出来上がったんで、まず帰らせます。あー、いや、解消させようか、ここに来てね。あー、でもまだ3000いるんですね。もうすぐ兵糧なくなるからこれでいいのか。平地だったら村落かなんか作っちゃえばよかったね。村落ですね、はい。
さんにやられちゃいましたね。したいんだったら4桁後半ぐらい持ってきてくれないと最低でもね。ターン回ってこないですよね。
あ、痛い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 、足引っかかった。あら、挑発。4部隊出てきた。はい、ではね、ちょっと早いけど、まあ、作戦立てたいのでね。うわー来たねー、から出てきたんだろうね。しまったね。作戦立てたかったけど、まあこれはこれで仕方ないので、とりあえずやれることやってちょっと終わりましょうか。まあでもそれ以外ね、あとは耕すぐらい。ああそうだ、あ、岡部さんね。あ、信勘さんね。あ、ではね、あとはちょっと出陣とかその辺の兼ね合いはまた別個考えたいと思いますので、今回ここでね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。